あなたはシャーベットの知らない人？ドコムスというのか。表を上げ。貴族だった。マジ全員属性てんこ盛りすぎない？僕は TB20C ガピ。よろしくガピ。あ、昼になった。あれ不穏な始まりなわけじゃなくて、俺が時間が夜だったからなんや。続きから。NEXT コナンズヒント！だろう。オードコムス待ってたぜ。そのまあなんだ。奨学金を下ろしてきたからよ。ああ、そういうことか。やった、このゲームローンとかなさそうと思ったら奨学金ある。勝手に借りられてる。3000リッチあるからこの金で必要なものを買うんだな。商店街に行きや一通り揃う。いいか、大事に使うんだぞ。返さなくていいの？なんて有料な、素晴らしい。見習えよ、タヌキは。ストレンジハウスで住んでる。これキノコ抜けんのかな。お、すげえ、キノコ取れる。エリンギだって。エリンギ生えてる。すげえ。シイタケとエリン、本当にシイタケか、こいつ。雑草を抜けんの。あ、抜けますね。あ、ちゃんと門松立ってる。すげえ。これ BGM 変えて。8。寒くなると朝起きるのが辛くなるんだ。いつまでもぬくぬくの布団の中にいたくなる。だけどいつまでも布団にくるまってるわけにはいかないんだ。なぜかってわかるだろ。映画とかでヒーローが言うじゃないか。男は自分に厳しくなければいけない。不器用な俺だけど。というのは嘘で、おしっこだよ、おしっこ。我慢に限界あるだろ。俺と一緒かよ。おしっこで起きるよ、大体。最終的に眠気 VS おしっこになるもんな。わかるわ。え、広っ。あー、なんか上、左側とかに店がある感じか。ちょっと店行ってみましか。見ましか。ポストオフィス。ブニャー、磨けねえ顔だな。もしかしてこの町の新入りかい？俺はブニャー、ここで郵便局をやってんだ。届けたい電報があったら俺に声をかけてくれ。気が向け相手に届けるからよ。めちゃくちゃブラックっぽいけど、ここてかキャラデザめっちゃ可愛くない、このゲーム。なんか用か？ここは郵便局だ。だがやってらんねえぜ。ドコムス、明けましておめでとう。今年もよろしくな。二重人格か。しかし毎度ながらこの時期は電報の量が半端ねえよな。だがやってらんねえぜ。二重人格か。チョッパーが切れてる時みたいな、あの嬉しくねえバカなこの野郎めみたいな。超かわいい。おお、ジョージ、はじめまして、私はジョージと申します。この銀行で働いております。初めて見た、マジであの、突破するタイプの金庫ある銀行。大切なものを確実にお守りいたします。親木のジョージなんや。なんでバズってた？シャーベット。ん？あなたはシャーベットの知らない人？ドコムスというのか。表を上げ。貴族だった。申し訳ありません。図が高い。申し訳ありません。天竜人だった。これから友達であるぞ。そんなんでは友達できんて。みんなちょっと情緒がおかしいな。この子はなんだ。ジェンヌ。あらあら、あなたは初めてお会いする人かしら。ドコムスさんというのね。もしかするとあなたはまだこのジェンヌをご存じないかしら。ラララ。それでは今日からは私の姿と声を忘れないでくださいね。これは忘れないね。この辺はなんかあれだね、貴族が住んでる町なんかな。すげえなんか貴族っぽい人多くない？服もなんか華やかだし。俺左側行きたいんだけど。あ、鳥貴族ね。
知らないところを一人で歩くのって楽しい。わわわわ、お散歩大好きです。この間も海岸をお散歩してみた。わわ、楽しくなって歌を歌っていたら岩の陰で釣りをしていた知らないおじさんに笑われてしまった。わわラララ恥ずかしかったですちょっと待って、俺会話ツボすぎる。このゲームずっと話してない。これ入ってますか。お、なにすげえ、本浮いてる。うわ怖え絶対呪われるんだけど。魚の書。私はあなた様が取ってきた魚を登録することができる図鑑なのです。登録した魚は見ることができます。大きさや取ってきた人の名前もわかります。あーなるほどね、博物館的な立ち位置か。こっちはたくめんどくせえな、俺に何が用かよ擦れてる。説明かよ、かったるいな。いいかよく聞けよ。俺はお前が取ってきた虫を登録することができる図鑑だ。大きければ大きいほどいいものやるから、せいぜい大きいものを持ってきやがれよ。ま、全部埋めりゃいいことがあるかもしれねえけど、俺は知らねえよ。こんな感じだ。わかったな。わかったよな。ああ、めんどくせえ。中2の時に一番かっこいいと思うタイプや。お、何これ。ムーニー。あ、初めて見る人弟子。あたい、ムーニー弟子。ちっちゃいけど、これでもレディーなんですよ。バブー弟子。マジ、全員属性てんこ盛りすぎない丁重に扱う弟子。ちょ、マジで、全員属性てんこ盛りすぎるって、このゲーム。あー、つまんなかった。あたい、どっか遊び行こっかな。どこむすも来るのでしか。ついていってみようか。じゃあ何して遊ぼっか。めんどくさいからドコムスが決めてくれでし。とにかく行こうでし。めちゃくちゃわがままに育ってるやん。こっち行ってみよう。こっち行くでし。何これ。何これ、ラーメン屋ある、うまそう。一番うまそうなラーメン屋ある。よーよー、いいね、デートかい。じゃ、とびきりのラーメンでもてなしちまおうか。はいよ、おいしいひげ丸ラーメン、伸びないうちに食ってくれ。最高やん、こういうとこで食うラーメンが一番うまいからね、マジで。ひげ丸ラーメンうまかっただろ、また来てな。ただでしか。マジただ、知らないふりしてもう一杯食うでし。あ、自動で金払ってるらしい。マジか、2杯食っちゃった、間違えて。間違えちまった。え、いくら取られてんの？ちょっと待って、これ手持ちのお金どうやって見んの？やべ、まあまあ取られてる。300リッチ取られてるでし。おい、ドコムス。バブーでし。バブーでし、マジで言いたい。友達と買い物に行くといつの間にかはぐれちゃってるでし。友達は服屋さんの方に行くけど、あたいはまっすぐ食料品売り場に行っちゃうでし。バブーでし。最後バブーでしつけたら何でも面白いやん。一緒に行く意味実はあんまりないでし。自覚してんなら行くな。バブーでし。なんだかお腹が空いてきちゃったかも。2杯食ったやん。嘘だろ。フードファイターか。確かにこれフォーマットはめちゃめちゃ動物の森だけど、中身全然違うゲームかもしんないね。独自性がめっちゃあるわ。うわ、墓場や。うむ、そこのお前、我の声が聞こえるのか。誰。あ、ここか。これお化け屋敷ってことかな。うーわ怖っ。普通に怖っ。ん、お前は魔法使いだな。我はかつてこの世界を支配していた魔王だ。どうだ、怖いだろ。怖いでし。だがある時、とある魔法使いが我の支配からこの世界を解放するために立ち向かってきた。誰かのために戦う勇気、それこそが奴の強さだったのではと我は考えた。
我は今までの罪を償いたいと思っている。再びこの世界を支配するなど考えてはいない。心を入れ替えて一人のために尽くしたいと考えている。この世界に散らばる魔王の骨を集めてきてはくれぬか。絶対復活して悪さするやんこいつ。ごめんけど俺いろんな映画とか見てきたからこのパターンもう飽き飽きしてるから。もちろん復活の手伝いをしたお前には何か願いを一つだけ叶えてやる。ずっと叶えろよそこまでしたら。どうだ魔王の骨を集めてはくれるか。わかった、これドラゴンボール方式でいこう。あのフリーザの時みたいな感じで一個だけ隠そう。10個集めて9個渡して1個家に置いとくわ。それでは魔王の骨を集めてきてくれ。頼んだぞ。よし、これで永遠に復活しないねこいつね。俺が世界を救った。これ何、これお化け屋敷ってやつ入れんのか。動いた、なんかいる。え、ガチのお化け屋敷。うわすげえ、寝ない子誰だいる。何こいつ。うわうわうわ。ええー、あ、ダメなんだ。だったら、いやだってな、友達かと思うやん。廊下は走るんじゃねえぞ。止まるんじゃねえぞみたいな。ちょうど戻ってこれたんで、お化け屋敷はまた行くとして、その買い物をしたいの。学校で必要なものを買いたいので、おそらく学校の右側にあるなんかあのごちゃごちゃしたとこが店だよね。どこがどこなんだ。こっから入ってみますか。じゃあ、え、人間、なんか改造制服っていうの。 A ボタン、これこれはブレザーのスカート、値段は3100。うたっか、着てみようか。あ、間違えた、スカート入っちゃった。よし、じゃあちょっと違う店も行きますか。モンパリス。とんでもねえ背負いし物出てきた。はじめまして、ここは美容院モンパリよ。髪型を変えたいときは私に任せてバッチリ決めちゃうから。キャッ、行っちゃった。もういや、恥ずかしい。ど、ちょ、あ、まじゃ怖すぎて家出ちゃった。床屋になるべくしてなる人間だったな。このライト買うときどういう気持ちあったよな。自分みたいだなって思ったのかな。なんか温かいですね、大人たちは。子供たちちょっとギスギスしてるけど。背負ってんな。いやでもこれ後から被ってるか、さすがに。ビビンビビンバ。花屋行ったからこれはメルシー。やべ、バール半端ねえ。最高じゃん。あら、見かけない顔ね。新入りさんかしら。私はメルシー、この店のママよ。よろしくね魔法使いさん。何か相談があったら私が話を聞いてあげるわよ。半端ねえ色気や。あ、でも背負ってるわ。飲み物の頭してる。めちゃめちゃおもろそうな機能がいっぱいある。これはピカード。はじめまして、私ピカードと申します。どうぞお見知りおきよ。ここハロゲンデパートでは家具や絨毯など数多くの品を取り揃えております。うわ、学校のトイレでしか見たことないデッキブラシや。夏。もしかしてこれで空飛べたりする。これってほうき扱い、もしかして。これで飛びてえ俺。たっけ、これ飛べる。これ買おう。買おう。俺トイレ掃除の時このデッキブラシの役めっちゃ好きだったんだよ。おい、ニモパンや。あ、これも可愛いね。絶対キャンディーほうき買った方がいいけど俺はデッキブラシを買う。まだ売れないっぽいな。ちょっとじゃあやめか先行こうか。ここね、もう古すぎて入り口わからんかった。おお、
未来って書いてある。おや、見かけない顔だね。私はトメって名前だよ。よろしくね。ここは亀屋。亀屋でした。申し訳ありません。未来じゃなかった。ライライだった。ラーメン屋だった。ラーメン屋改装して作ったの。多分。あ、バイトここでするんや。ちょっと先売ろう。キノコ拾いすぎやろ俺。これでいいんか。おお、めっちゃ売れた。バイトする。今月の雫を作るのに必要な材料が足りなくて困ってるんだよ。松茸と椎茸とエリンギ。まあいった3つのうちどれか1つでもあれば大体はできるんだけどね。今売ったよ今。早く言ってくれよ。売るときに言えよ。なんで後で言うのよ。取ってきてくれればいつもより高い値段で買い取るからね。先言えよ。やべえ、ちょっとキノコ取っちゃったんじゃない俺全部。おるかな。あーたたたたた、よかった。ミンゴミンゴミンゴル、売るか。みりんをちょっとちょうだい。うわ、めちゃ高く買ってくれるやん。絶対このタイミングで全部売ったらよかった。ミスった。よりんごみんご、うんこうんこ、これはおだちんだよ。千リッチありがてえ。で、ちょっとデッキブラシ買おう。あー、そっちじゃない。結構これ吸い込まれるね、このゲームね。これやってる人わかるかもしれないけど、結構あの入り口立つと吸い込まれない。なんか判定がでかいのかな。せっかくだから海探索しよう。なにこれ。なにこれ。あ、カップルの名所的な感じだ。どれこれ。パメラ。あら、あなたとは初対面かしら。そうなのよ、私パメラ。ねえ、あなた好きな人いるのかしら。え、これめちゃくちゃ可愛い子いるんだけど。これ何、運命の出会い、もしかして。今一休みしてたのよ。ほら、アイドルっていつも人目にさらされてるでしょ。たまには息抜きしないと疲れちゃうのよ。アイドルなんや。友達に彼氏ができるといつもよりずっと恋人が欲しくなるのよ。そんなのよ。これが恋の病に感染したってことかしら。ちょっとこれ運命ってことにしよう、後で。このエピソードポカポカする。ドコムスくんと喋るとなんだかポカポカするの。ちょっとこれ俺の愛車にしよっかな、デッキブラシ。2160リットル。まあ、でも車買うと思ったらまあ全財産のこれぐらい使ってもいいよな。あー、金が。うわー、何階建てなんだろうここ。ラーメン売ってるやん。これ何これ。ラーメンってことは結構安く売ってくれてたんだな。2杯であの値段だったもんな。多分俺が金であれしてるしな。そちらはフィールトゥゲザーで千リッチで。フィールトゥゲザー、デジタルクラッシュ。かっこよ、曲ね。デジタルクラッシュめっちゃ名前かっこくない。クマさんプレイヤー。あ、なるほどね。プレイヤーも売ってるんや。バラ柄の床。ホラーの床。へぇ。おしゃれだね。これ何？地獄の床。そんなもん売るな。汚ねえなと思ったら。ちゃんと汚い床だと。学校戻る前にあれか、バイトしたから、最初なんだっけ。唐辛子さんのとこ帰って話しに行けばいいのかな。ダラダラしてんじゃねえぞ。タラタラしてんじゃねえぞの新作やん。学校行こう。あれ唐辛子じゃないの。俺には唐辛子に見えるんだけど。なんならハバネロくんなんだけど。なんだかんだ今までさ、やったさ、ハム太郎とかたまごっちとかあっち系って、俺も知ってたんだけど、存在を。このゲームに関して俺存在も知らなかったから。配信始めるまで。しかもなんか調べたら4シリーズぐらい出てんだよ、続編ね。なんで知らなかったんだ俺マジで。